あんたみたいな出来損ないが私の妹なんて本当に恥ずかしいよ。そうだ、今すぐ謝ってよ。生まれてきてごめんなさいって言ってよ。今すぐ土下座しろ。ほら、彼もそう言ってるんだしさ。違う、お前に言ってるんだ。今すぐ土下座するのはお前だ。姉の旦那は私をかばってそう怒鳴った。それもそうだろう。だってこの人は。私の名前は山中美里、26歳。本来であれば結婚適齢期でそろそろ婚活でもしようかというような年齢なのだが、私の人生は世間とはおおよそかけ離れている。私にはすでに9歳の息子がいるのだ。実は私は10年前の高校1年生の時に2つ年上の先輩と駆け落ちし出産したのだ。辛いこともたくさんあったが、この10年間本当に幸せだった。しかし夫と死別し、子供を連れて実家に戻ることになる。だがそこで私を邪魔者扱いしてきたのは一つ年上の姉だった。しかしその姉の旦那さんは思いもよらない相手だった。夫が死してなお私のことを守ってくれていると思えるほど不思議な体験だった。私は今から10年前運命の人と出会った。当時私は高校1年生。入学したばかりの高校で右も左もわからない状態だった。そんな時にたまたま職員室の前ですれ違ったのが当時3年生だった拓磨だ。特に顔見知りというわけでもなく、誰かに似ているというわけでもない。しかしすれ違った時、私はなんだかものすごく心がざわめいたのだ。その衝動を抑えられずに立ち止まって振り向くと、なんと彼もこちらを見ていた。何かを訴えかけるような、それでいて戸惑っているような表情だった。すいません。ずっと見つめていたことで気分を害したかと思ってとっさに謝ったのだが、なんと彼はなんだか君のことを探していた気がすると言ってきたのだ。そして私も自然に、うん、私も、と返していた。まるでアニメ映画のような出会い方だった。今になっても言葉では全く説明することができないのだが、なぜかその瞬間私たちは心が惹かれ合った。そしてそれからすぐ付き合うようになったのだ。それからしばらくして知ったのだが、彼は国立大学の合格も保証されているぐらい頭が良く、実家はなんと会社を経営しているという。いわゆる御曹司というやつだった。それに比べて私は一般家庭の娘。特に容姿がいいというわけでもないし、ただただ元気だけが取り柄のどこにでもいる普通の高校生だ。こんな私では彼とは到底釣り合わない、そう思ったこともある。しかし彼は、家柄なんか全く関係ないんだ。もし親に反対されたとしたら、俺は何の迷いもなく君を選ぶ。それぐらい本気なんだ。と、まっすぐな目で言ってくれた。たとえ嘘だったとしても本当に嬉しかった。いや、彼には嘘をつくつもりはなかっただろう。しかし大企業の御曹司である彼が私のために全てを捨てるなど到底無理だということは分かっていた。しかしその言葉が本当に現実のものになろうとはこの頃は到底考えていなかった。だがそれからしばらくして私たちは人生最大の決断を迫られることになる。拓磨の卒業を前にして私の妊娠が発覚したのだ。この時彼はすでに一流大学への進学が決まっており、どう考えても周りから反対されるのは明白だった。しかし彼は何も迷うことなんかない、俺と結婚してくれと突然プロポーズしてきた。私は涙が出るほど嬉しかった。きっと妊娠を報告したら捨てられる、そう思っていたからだ。しかし現実はそう甘くない。彼は大学進学をやめ、私と子供のために働くと言ってくれたが、彼のご両親からは当然大反対された。高校1年生で出産。もっとよく考えた方がいい。人生はまだまだ長いんだ。ここで道を踏み外すことはないだろう。せっかく一生懸命勉強して大学に合格したのに、それを捨てるっていうの？そんな人生絶対に苦労するよ。あなたのために言ってるの。ご両親の言うことももっともだった。私自身子供を産みたい気持ちもあるが、それに彼の人生を巻き込んでしまってもいいものだろうか。彼はきっとこれから大学でも優秀な成績を収め、やがては親御さんの会社を継ぐだろう。おそらくご両親もそのためにこれまで手塩にかけて育ててきたはずだ。どう考えても私と子供の存在は彼の足手まといになる。そんなことを考えていた時に、申し訳ないけど俺の気持ちは変わらないよ。今の俺には美里と子供以上に大切なものなんてないんだ。何と言われようが、俺は二人のために生きる。と、力強く言ってくれた。頭を冷やせ。お前は今、一時の感情に流されているだけだ。そうよ。子供のことを心配してるんだったら、私の知り合いの病院で処置することもできるんだから。
いくら彼が強く主張してもご両親は納得してくれなかった。そして私たちが選んだ道は駆け落ちすること。誰にも言わず夜のうちに駆け置きだけ残して二人で町を出た。自分に子供ができてからは彼のご両親の気持ちも痛いほどわかる。しかしこの時の私たちにはせっかく授かった命を無にするという選択肢は全くなかったのだ。早朝に二人で家を抜け出し始発に乗って東京へ向かう。全く当てもなかったかといえばそうではなく、彼が以前からネットで交流があった30代の男性のもとを訪れようと思ったのだ。オンラインゲームを通して知り合ったらしく、何か困ったことがあったらいつでも言ってと言われていたそうだ。若くて無鉄砲だった私たちはその言葉だけを頼りに彼のもとを訪れた。え、駆け落ち？確かに困ったことがあったら言ってとは言ったけど、まさか駆け落ちとは。あまりに唐突な訪問にその男性はすごく驚いていた。だけど来てしまったものは仕方がないな。家に帰っても子供を下ろせって言われるだけなんだろ。さすがにそれは俺も目覚めが悪いから、ご両親との仲がうまくいくまではかくまってあげるよ。その男性はそう言って私たちにとあるマンションの一室を提供してくれた。彼は不動産投資をしており、その部屋も投資用に購入していたものだという。まあ幸いなことにお金には困ってないから、好きなように使ってくれていいよ。この男性の存在は私たちにとって本当にありがたいものだった。この人のおかげで今の私たちがあると言っても過言ではない。そこからたくまは一生懸命働き、1年後には借りていたマンションを出て自分たちでアパートを借りることができた。生まれたばかりの子供を抱えての引っ越しは大変だったが、それ以上にたくまと子供と一緒に暮らす明るい未来のことしか考えていなかった。両親にはこちらの住所は知らせず、子供が生まれて元気にやっていることだけは手紙を送っていた。家に帰ることはできないが、自分のやっていることが親不孝だということはわかる。せめて手紙を出して無事を知らせることだけが私なりの親孝行だった。新しい暮らしを始めてしばらくは大変だったが、もともと優秀だったたくまは会社でめきめきと頭角を現していった。高卒入社というハンデをものともせず、入社して3年が経つ頃にはすでにグループのリーダーを任され、お給料も入社時とは比べ物にならないほど上がっていた。ようやく人並みの暮らしができるようになったね。これまで苦労かけて本当にごめんね。その言葉を聞いて私は涙を流しながら首を横に振るしかできなかった。誰よりも苦労したのは他でもない彼だ。それなのにそんなことはお首にも出さず私に気遣いをしてくれる。この人を選んで本当に良かったと心の底から改めて思った。しかしこの時が幸せの絶頂期だったとは私は全く考えてもいなかった。事態が急変したのは駆け落ちをしてから10年が経とうとしていた時のことだった。この頃になると第二子も生まれ、幸せに暮らしていたのだが、突然彼が仕事中に倒れ病院に運び込まれたのだ。診断の結果はなんと癌。しかもすでに手の尽くしようがないほど広がっているという。ちょっと仕事で頑張りすぎたかな。迷惑かけて本当にごめんね。彼はそうやって笑っていたが、明らかに無理をしているのが分かった。日に日に顔色が悪くなり、痩せ細っていく。どうしようかと悩んだ末、私は彼の実家に連絡を取ることにした。あ、だが、大丈夫か？私たちがあの時反対したからこんなことに。本当にごめんね。ご両親は泣きながら彼の手を握っていたが、彼はそれを力なく握り返すことしかできなかった。そして彼は震える声で、親不孝な息子で本当にごめん。でもこの10年、俺は父さんや母さんや兄さんのことを忘れたことは一度たりともなかったよ。いつか顔を見てしっかりと謝りたいと思ってたんだ。こんな状態で我ながら情けないけどね。親不孝なんてことがあるもんか。お前は俺たちの自慢の息子だ。父さんたちもあの時のことはずっと後悔してたんだ。もっとお前の気持ちを考えてやればよかったって。今だったらまた昔のようにみんなで笑い合える。だから病気になんて負けるな。お兄さんは力強く励ましていたが、彼は小さく笑い、美里、今まで本当にありがとう。君に出会えたことで俺の人生は本当に幸せだった。子供たちにもずっと愛していると伝えてくれ。そう言うと彼は眠るように息を引き取った。たくま、たくま、しっかりして。おい、目を開けろ、たくま、たくま。ご両親の悲痛な叫びが病室に響き渡る中、私はたくまから託された言葉をかみしめていた。もちろん私だって悲しみで胸が張り裂けそうだ。でも落ち込んでなんかいられない。
一生懸命に生きたタクマのためにも私が子供たちを守らなければ。そして私はすぐに自分の両親にも連絡を取り、これまでのことをすべて詫び事情を話した。あなたも辛かったのね。あの時は私たちもどうしていいかわからなかったの。だけどこうして立派な孫を見せてくれたんだもの。あなたの選択は正しかったのよ。タクマ君は本当に素敵な青年だったんだな。あの時俺たちが反対しなければこんなことには。父も母もそう言って私と子供たちのことを受け入れてくれた。タクマのご両親からは家も仕事もすべて用意するし、タクマの代わりに養育費を払わせてほしいと申し出があったが、さすがにそこまでしてもらうのは申し訳ないので養育費だけで甘えることにし、私は実家に戻ることにした。しかしここから私の人生は本当に大変な時を迎える。それは子供2人を抱えたシングルマザーだからという意味ではない。本当の敵は私のすぐ近くにいたのだ。どの面下げて戻ってきたの？おまけにお荷物も2つ抱えてさ。あんたが出て行ってから私たちがどれだけ苦労したと思ってんのよ。両親とは違い、姉は私を受け入れてはくれなかった。しかしそれも当然だろう。私が駆け落ちした時、姉は高校3年生。受験を控えた身で家族に大きな衝撃が走ったので、姉にも迷惑をかけてしまった。そのことは私も長年かけて謝るしかない。初めのうちは耐えていたのだが、だんだんと姉の行動は我慢がならないものになってきた。例えば、私の息子が姉に近づこうとすると、こっちに来んなクソガキ。言っとくけど、お前みたいなのは家族と思ってないんだからな。と足で蹴飛ばしたりしていたのだ。これにはさすがに両親も注意はしてくれたが、はあ、何？これまで真面目に生きてきた私よりも勝手に駆け落ちして勝手に戻ってきた妹の方の味方をするってわけ？と言われ言い返すことができなくなっていた。両親も姉の不満は十分理解しているのだろう。姉からそう言われ申し訳なさそうな顔をする両親を見るたびにいたたまれない気持ちでいっぱいだった。だけどそれとこれとは話が別。私のことをいくら悪く言ってもいいが、子供に危害を加えるのは許せない。私は幾度となく注意したが、姉は、だったらあんたが出て行けばいいでしょ、と言って全く話にならなかった。そしてそこから姉はどんどん行動をエスカレートさせていった。黙って私のものを勝手に使ったり、私の財布からお金を抜いたりもしていた。しかし姉は、これまで散々迷惑かけられたんだからこのくらい安いもんでしょう、と完全に開き直っていた。正直なところ、タクマのご両親から十分な額の養育費をいただいていたので、お金に困ることはなかったが、それでもそのお金は姉に遊ばせるためのものではない。タクマの忘れがたみである息子たちのためにも、しっかりと貯金していかなければならないのだが、姉のせいでそれができなかった。しかもだ、姉は私の財布からお金を抜き贅沢をしていた割に、家には全く生活費を入れなかった。私は子供たちの面倒を見ながら自宅でできるリモートワークの仕事につき、そのお給料から毎月10万円を家に生活費として入れていた。両親もこの差はかなり気になっていたそうなのだが、これまで私がどんな思いをして暮らしてきたと思ってんの？駆け落ちした女の姉だって周りから白い目で見られて本当に嫌だったんだからね。と言われ、強く言うことができなかった。そして私は姉の結婚式にも出ることは許されなかった。しかしそんな生活が2年ほど続いたある日、姉はついに特大のしっぺ返しを食らうことになる。それは姉が旦那さんと共に我が家に帰省してきた時のことだ。その時姉は、あんたはいないことになってるから絶対に部屋から出てこないでよ。中卒妹がいるなんて知られたら恥ずかしいからね。それからクソガキたちも絶対に騒がせないこと、わかった？と言われていた。両親の話によると、どうやら相手は大病院の息子らしい。私は自分の部屋で息を潜めて静かにしていた。しかしやんちゃ盛りの息子は部屋から出たくて仕方がない。ダメよ、今日はお外には行けないの。少し我慢してね、と何とかなだめて言うことを聞かせていた。しかしこの時息子が、やだ、僕も外に遊びに行きたい、と言って部屋から飛び出してしまった。あ、こら待ちなさい、ダメだってば。慌てて追いかけたのだが、捕まえられたのは玄関。そしてその瞬間、扉が開いて姉が一人の男性を伴って帰ってきた。まさに最悪のタイミングだ。姉は激怒し、何やってんのよ、部屋から出ないでって言ったでしょ。今日は彼を連れてくる日だってあれほど言ってたのに、騒ぎ散らすなんて嫌がらせでもしたいの、と怒鳴ってきた。しかしその時息子が、
ねえおばちゃん、おばちゃんも一緒に外で遊ぼうよと姉に駆け寄った。その言葉は姉の逆鱗に触れたらしく。はあ？何なのよあんた、私に近づくなって普段から言ってるでしょ。それに私は27よ。何がおばちゃんよこのクソガキと烈火のごとく怒って怒鳴りつけた。旦那さんは何とも言えない表情をしていたが、姉はすぐに、あ、ごめんね、うちには出来損ないの妹がいるんだ。中学の時にくだらない男に引っかかって駆け落ちしちゃってさ、挙句の果てにはそいつが死んじゃったからって最近戻ってきたので、こいつはその子供ってわけ。信じられる？中卒だよ中卒。散々家族に迷惑かけといてさ、旦那が死んだからってのこのこ戻ってきやがって。こんなクソガキの世話を押し付けられる方の身にもなれっての。姉は明らかに私に向かって言っている。しかしそれを聞いて旦那さんが、土下座しろと言ってきた。そうよね、土下座ぐらいしてもらわないと割に合わないわね。ほら今すぐ膝をついて謝ってよ。生まれてきてごめんなさいって言いなさい。姉は私に向かって大声で怒鳴ってきたが、それを制するように彼氏が、いや妹さんにじゃない、お前に言ってるんだ。今すぐ土下座するのはお前の方だと大きな声を上げた。私は何が何だかわからなかった。しかし彼は私の方を向き直り、あなたたくまの奥さんですよね。あいつから写真を見せてもらったことがあります。俺高校の時あいつの親友だったんです。あいつがあなたと駆け落ちしてからもちょくちょくやり取りはしてたんですよ。だけど突然手紙が途切れて亡くなったって知った時は本当に後悔しました。あいつは高校の時本当にいつも俺のことを助けてくれたんです。絶対にいつか恩返しをしたいと思っていたんだけど、地元を離れて東京に行ってしまって、あいつが奥さんと子供を残して旅立ったって聞いた時には、何かあったら俺が代わりになって守ろうと思ってたんですと驚愕の事実を教えてくれた。くだらない男っていうのはあいつのことが。それにこの子はあいつの忘れがたみだ。お前はその子をクソガキ呼ばわりするんだな。旦那さんは冷静に振る舞おうとしていたが、拳を握りしめており、怒りに震えているのが分かった。あいつは本当に美里さんのことを愛していたんだ。それまでの何不自由ない生活を全て捨てて、美里さんと子供のために人生を捧げることを決めたんだ。その証拠に10年間あいつは1円たりとも俺たちに頼ってくることはなかった。俺はそんなあいつを心の底から誇りに思っている。お前はそれを侮辱するんだな。あ、いや、それは知らなかったから。姉はしどろもどろになっているがもう遅い。お前みたいなやつとは別れる。二度と顔も見たくない。姉はその場で振られ、家から叩き出されたそうだ。後日旦那さんから連絡があり、失礼な態度をとって申し訳なかったと言われた。しかしあの時私は本当に嬉しかった。姉に拓真のことを侮辱されるのには我慢がならなかったからだ。だけど自分の過去の過ちのこともあり、耐えるしかない。何も言い返せないことで拓真に対して申し訳ないという気持ちが募り、辛くて辛くてたまらなかったのだ。この時は私たちのことをずっとそばで見守ってくれる拓真の存在を確かに感じることができた。私もいつまでもうじうじしてはいられない。これを機に私は姉に、これからはあなたの言いなりになんかならない。勝手に財布からお金を抜いていくことも許さないから。あのお金は拓真のご両親がこの子たちのためにと思って毎月渡してくれているお金なの。とビシッと言ってやった。私からも思わぬ反撃を受け、姉は狂ったように騒ぎ出したが、両親が、いい加減にしろ。お前みたいな奴はもう娘とは思わん。どこへなりとも勝手に出ていけ。と感動を告げていた。姉がその後どうなったのかは知らない。姉がいなくなったことで私はようやく平和な生活を手に入れた。これからも子供のために一生懸命頑張っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。今日からここは俺たちの家だ。金も置いてってちょうだい。あと年寄りは連れてってよね。そんなの許されるわけないじゃない。もう名義も俺になってるんだよ。え、そんな。私と親は兄夫婦に家を追い出されてしまった。これから一体どうすればいいのだろうか。私が思い悩んでいると両親はニヤニヤ笑っていた。母さん、うまくいったな。そうね。え、実はこれは全て両親の作戦だったのだ。私の名前は香里、22歳の会社員だ。
私はこの春に大学を卒業して社会人になったばかり。第一志望だった大手企業に就職することができ、とてもやる気に満ち溢れている。毎日先輩や上司からいろんな仕事を教えてもらい、同期たちと励まし合いながら一生懸命働いて、充実した日々を過ごしている。おかえり、かおり。お仕事どうだった？今日は本当に疲れたよ。頭がパンクしそうだった。やっぱり大手だから仕事の内容も難しいものが多いのね。おいしいもの食べて力つけなさいね。今日の晩ご飯何？唐揚げよ。はーい、やった。もう元気になった。単純な子ね。もうできるから着替えてきなさい。はーい。私は社会人になってからも実家で暮らしている。お金を貯めたかったのもあるし、最初はきっと仕事に慣れるのに時間がかかるから、家事をしている余裕がないと思ったからだ。だから私は実家で暮らしていた。しかし、そんな私をバカにしてくる人物がいた。それは兄夫婦だ。私はもともと兄の隆とはあまり仲が良くなかった。兄は昔から人を見下したりバカにするようなタイプで、そういう性格な兄のことを私はどうしても好きになれなかったからだ。そしてルイは友を呼ぶじゃないが、兄嫁のみゆきさんも兄と似たようなタイプで性格が悪かった。兄と兄嫁が結婚したのはつい最近なのだが、二人はよく実家に顔を出してきていた。ただいま。お邪魔します。あら、たかしにみゆきさんどうしたの？どうしたのって、母さんたちの顔を見に来たんだよ。親孝行だろ。そりゃ来てくれるのは嬉しいけど、前もって連絡をくれないと。サプライズの方が楽しいじゃん。そうですよ。じゃあお茶なしよろしく。そう言ってずかずかと家に上がってくる兄夫婦。父さん、ただいま。たかしじゃないか。一体どうしたんだ？実家に帰るのに別に用なんて必要ないだろう。まあそうだが。最初は親も兄夫婦のことを受け入れていた。親からしたら兄も大切な子だ。だから帰省してきてくれるのはとても嬉しいことだろう。だが兄夫婦はほとんど毎週と言っていいくらいのペースで実家にやってきた。そして二人は親にバレないようにこっそりと私のことを罵倒してくるのだ。お前さ、いつまでも実家にいて恥ずかしくないわけ？本当にそうよね。私だったら親に申し訳ないって思うんだけど。父さんも母さんもこんな寄生虫がいてかわいそうだよな。お前のせいで二人は苦しんでるんだぞ。そうやって親を苦しませる自覚がある？お母さんたちがかわいそう。そうやって私を責めてくる兄夫婦。私の親は別に私がいることで迷惑がっている様子はない。それに実家住まいだとしても私はちゃんと毎月5万円を家に入れている。しかも親は別にいらないと言っているのだが、私がけじめとして入れているのだ。それは家事をやって支えてくれる感謝と家賃代わりとして入れているお金だ。というか、兄だって自分が社会人になって2年くらいは実家で暮らしていたくせに、何私に文句を言ってきているのだろうか。しかも兄は家に1円も入れていなかったじゃないか。親から兄は入れてなかったから私も入れなくていいよと言われてそのことを知ったのだ。だから条件的には私の方が昔の兄よりもちゃんとしているから、そんな風に責められる覚えはない。それに兄嫁も兄と結婚するまでずっと実家暮らしだったと聞く。一体どの口が言っているのだろうかと私は悪態をつきたくなる。だがそこで言い返そうものなら、二人は顔を真っ赤にして怒ってさらに罵倒してくるだろう。そうなるのが目に見えているので、私は適当に聞き流すことにしている。二人は散々私の悪口を言うと満足そうにして去っていく。本当に子供というか、何というか。兄は私の5歳上で現在は28歳だ。兄嫁は兄の2歳下で26歳。兄は昔から調子に乗りやすいタイプだった。学生の頃もいつも遊んでばかりで、成績が悪くて学校から注意されていた。このままだと高校を留年することになるとまで言われていた。そこまで追い詰められてやっと大変なことに気づいて勉強をしていたが、そもそも毎日コツコツと勉強していれば何の問題もなく進級できる。そしてそれは大学受験でも同じだった。兄は受験生の時に全然勉強をしていなかった。今日は見たいテレビ番組の日なんだよ。ゲームの新作が出たから1週間はクリアまで勉強できないな。彼女ができたから勉強どころじゃないわ。バイトしてプレゼント代稼がないと。
そんな風に適当な理由を作っていつも勉強から逃げていた。親が注意してもそれは治らず、結局兄はどこの大学にも受からなくて浪人することになった。そして翌年大学進学が決まったが、浪人しなくても受験していれば受かったのではないかと思うようなレベルの大学だった。わざわざ予備校のお金まで親に出してもらっておいて、これかと私は正直引いていた。そんな感じで兄に対しては悪いイメージしかない。一方で私はコツコツと勉強をして将来のことを考えて動いていたから、兄からすると私は目障りというか鼻につく嫌な存在だったようだ。だから今こうやって私の荒探しのようなことをして、どこか責められるポイントがあればとことん責めているのだろう。そうやって攻撃することでしか自分を満足させられない兄を私は軽蔑した。そして兄と一緒になって私を攻撃してくる兄嫁も同様だ。私は二人のことを哀れに思っていたから、正直攻撃をされてもそこまで気にはならなかった。きっと自分たちの人生がうまくいっていないのだろうな、だから私を責めるしかないのだろうと思ってしまう。まあ冷静に考えると私も結構性格の悪い考え方をしている。だが兄と違うのはしっかりと社会人としてけじめをつけているところだ。私はちゃんと親に恩返しをしているし、休みの日は家事も手伝っている。料理だって母と一緒にしているし、自立するための準備は進めているのだ。全部計画的にやっていることなので、兄夫婦からとやかく言われる筋合いはない。だがそれからも兄夫婦は頻繁に実家にやってきた。最初は歓迎ムードだった両親もあまりにもしょっちゅうやってくるので困惑し始めていた。ねえ、みゆきさんのご実家に行ったりはしないの？こっちばかり来てるから向こうにも顔出しをした方が。母が遠回しにそうやって言うと、兄嫁は、ああ、うちは遠いので行きづらいんですよ、と言って話を終わらせた。それでも自分の娘とは会いたいものじゃないのか？父が母を助け立ちするようにそう言う。いや、大丈夫だと思いますよ。うち三姉妹じゃないですか。ちょうど夫婦が同居しているし、真ん中のお姉ちゃんもよく実家に帰ってるみたいですし。兄嫁曰く、他の姉妹がご両親とよく一緒にいるから問題ないとのこと。兄嫁は三女で末っ子だ。だからきっとわがままな子に育ったのだろう。いや、私も末っ子だからその説は違うな。長男であり私より先に生まれた兄の方がわがままだし。やっぱり人によるというのが正解だろうな。兄夫婦は両親がさりげなくあまり来ないでほしいというメッセージを込めていろいろ言っても全然気づいていない様子だった。だが正直迷惑そうにしている親を見るのも心苦しかった。兄夫婦は家に遊びに来ると必ずと言っていいほどお茶菓子と晩ご飯をたかる。今日は豪勢に焼肉にしようよ。寿司の出前とか取らないの？今日はケーキが食べたい気分だな。ビールがたくさん飲みたいからお酒をいっぱい買ってきてよ。そんな風にわがまま言い放題の好き勝手し放題。両親は兄夫婦のわがままに振り回されて疲れた顔をしていた。だが可愛い息子とその嫁だし、心優しい両親はそんな二人を邪険に扱うことができない様子だった。そんな状況をもう見ていられないと思った私は、兄夫婦が次来た時に苦言を呈した。お兄ちゃんたちさ、そうやって何度も家にやってきてご飯とかいろいろたかって恥ずかしくないの？結婚しているのにいつまでも寄生虫みたいなことして情けないよ。お母さんたちが困ってるのわからないの？私がそう言うと、兄夫婦は顔を真っ赤にさせて怒った。ああ、お前にだけは言われたくねえよ。そうよ、あんたこそ実家にいて寄生虫状態でいるじゃないのよ。自分のことを棚にあげて私たちを責めないでちょうだい。この子供部屋おばさんが。そう言って私を罵ってきた兄夫婦。私が挑発したことで兄夫婦は両親の前でそうやって声を荒げた。ほらほら、たかしやめないか。みゆきさんもなんてこと言うのよ。両親は兄夫婦が私をそうやって罵倒してくるのを初めて見たので驚いていた。だってこいつが俺たちを挑発してくるから。そうですよ、お母さんたちだって寄生虫のすねかじり娘にうんざりしてるんじゃないんですか？羽織はちゃんと家にお金を入れてくれているし、私たちはうんざりなんて思っていないよ。そうよ、ちゃんと家事だってしてくれるし、料理も手伝ってくれて助かってるんだから。
親が私の味方をしたので兄夫婦は少しつまらなさそうな顔をした。今日のところはもうお帰りなさい。このまま一緒にいたらまた喧嘩になりかねないからな。なんだよ、せっかく車で来たっていうのに。香織さんのせいで休みが台無しだわ。そうやってぶつくさ文句を言いながら帰っていた兄夫婦。お母さん、お父さんごめんなさい。私ちょっと我慢できなくて。いやいや、いいんだよ。私たちをかばおうとしてくれてありがとうね。それにしても、たかしたちはひどかったな。あんな風に声を荒げるの初めて見たわ。そうやって言う両親に私は真実を告げた。あれが彼らのスタンダードだということや、私はもっとひどいことを二人から言われてバカにされていたことなど。真実を知った両親は絶句していた。そうだったのか。ごめんなさい、私たち何も知らなくて。うん、いいの。そんなの気にしてなかったし、むしろさっきみたいにお母さんたちが迷惑をかけられて困っているのを見てる方が辛かったの。そうか、香織は本当に優しくていい子だな。そうね、私たちの自慢の娘だわ。ちょっと急にやめてよ、照れくさいでしょ。両親に褒められて私は照れてしまった。本当に優しいいい両親だ。だからこそそんな親を困らせる兄夫婦のことが許せなかった。今回のことで実家に来る頻度が減ってくれればいいのだが。それからしばらくは兄夫婦は顔を出してこなかった。きっと相当に私のことが嫌なのだろう。だがそれは嵐の前の静けさのようなものだった。というのも、兄夫婦は私との喧嘩から2ヶ月ほどが経った頃に、まさかの行動に出たのだ。ある日の休日、いきなり引っ越し業者のトラックがやってきた。そして玄関が開くと、兄夫婦がニヤニヤしながら入ってきたのだ。え？ちょっとお兄ちゃんたち何しに来たの？邪魔だ、どけ。兄は私のことなど見ようともせずにそう言った。そして、引っ越し業者の人を中に入れて指示を出し始めた。一体何をしているのだろうか。私は訳が分からず困ってしまった。おい父さん、荷物はまとめてるか？ああ、まとめてるよ。え？私は父がそうやって返事をしてびっくりした。引っ越し業者が両親の荷物を運んでいく。そして兄夫婦は私の荷物を運ぶように指示を出した。ちょっと待ってよ、一体どういうこと？私は慌てて引っ越し業者を止めた。彼らは困った顔で兄のことを見ている。ガオリ、邪魔だ。お前は父さんたちと一緒にこの家を出ていくんだよ。は？どういうこと？私が兄に詰め寄ると、兄嫁が業者に指示を出して私の荷物を運ばせ始めてしまった。そして兄は私にこう言った。今日からここは俺たちの家だ。は？だから俺とみゆきがこの家をもらったんだよ。何を言ってるの？そもそもこんな大きい家をお前と年老いた母さんたちが暮らすのはもったいないだろう。金も置いてってちょうだい。あと年寄りは連れてってよね。そうやって好き勝手言い始める兄夫婦。そんなの許されるわけないじゃない。お父さんの家なんだよ。お兄ちゃんたちこんなことして本当に最低よ。うるせえな。お前は知らないだろうがな、もう名義も俺になってるんだよ。え？そんな。いや、この広い豪邸が私たちの家になるなんて最高だわ。たくさん友人たちを呼んでパーティーしようぜ。おい、お前早く出て行けよ。父さんたちはもう車に乗ったぞ。そう言って私の荷物を外に放り投げる兄。私と親は兄夫婦に家を追い出されてしまった。仕方なく父の車に乗り込む私。これから一体どうすればいいのだろうか。私が思い悩んでいると、両親はニヤニヤ笑っていた。母さん、うまくいったな。そうね。え？お父さんたち、一体どういうこと？実はこれは、すべて両親の作戦だったのだ。さあさあ、まずは引っ越しを完了させよう。父は楽しそうにそう言った。引っ越し先に向かうと、そこにはとても大きな家があった。え？こんな豪邸どうしたの？ここは父さんが買った家だ。え？ここが？そこは前の家よりもさらに大きな豪邸だった。一体どうしてこんな豪華な家を？
そもそも前の家は私の父さんの、つまり香織のおじいちゃんから相続した家だ。だから私は一切購入に関わっていないんだ。その代わり私はずっとお金を貯めていた。まあそれは母さんと香織と高志に残すためだったんだが、今回のことで高志には一円も残したくなくなった。だからこの家を一括で買い、私が亡くなったら母さんと香織が相続できるようにしたんだ。そうだったんだ。でもお兄ちゃんはあの前の家を手に入れちゃったよね。それなら心配するな。あの家はな、実はかなりガタが来ていたんだ。え？大幅な修繕、いやフルリフォームか建て直しをしないといけないぐらい内部がボロボロだったんだ。そうなの？住んでても全然わかんなかった。意外と表面的には丈夫に見えても内部がダメなことはあるさ。いろいろ調べてもらったら分かって、リフォームをするか家を建て直すか悩んでいたんだ。そしたら高志が同居したいとか、家を譲ってくれとしつこく連絡をしてくるようになって、それに香織に対してひどいことを言っているのも分かって、今回の作戦を考えたんだ。今はまだ問題ないだろうが、近いうちにあの家は大変なことになるぞ。そうやって笑う父。なるほど、これはとてもいい仕返しだ。私はウキウキしながら新しい豪邸で荷ほどきをした。新居はとても綺麗でかっこよくて、おしゃれで広くて最高以外の言葉が出てこなかった。そしてとても幸せな日々を過ごしていた。そんな中、引っ越しをして半年ほどが経った頃、父の元に姉から電話がかかってきた。父は来た来たと言いながらスピーカーにして電話に出た。父さん、どういうことだよ。どうしたんだ。いきなり雨漏りがしたんだよ。しかも寝室がそうなってベッドがびちゃびちゃだよ。ああ、それは大変だな。笑い事じゃないだろ。なんで事前に修繕しておいてくれないんだよ。そんなの私の責任じゃないだろ。私や母さんと香織が暮らし続けるなら修繕はするが、お前たちは私たちを追い出して自分たちだけで暮らすことを無理やり決めたんだから、自己責任だぞ。あとその家はお前のおじいちゃんが若い頃に買った家だから相当古い。もし大きな地震とか台風とか来たら家がどうなるかわからないかもな。そんなの聞いてないぞ。あえて教えなかったからな。ふざけんな。最初から俺たちを騙すつもりだったんだな。実の息子にそんなことをして両親が痛まないのか。いい加減にしろ。今まで乞食のようなことをし続けて私たちに寄生してきたくせに、感謝もせずに私たちを追い出し、香織を罵倒して嫌な思いをさせたのはどこのどいつだ。親だって人間なんだ。許せないことはある。いつまでも迷惑ばかりかけられたら縁を切りたくなるだろう。縁を切る？ああ、もう私たちはお前と家族としての縁を切った。だからもう電話をしてこないでくれ。そんな。兄の声は相当動揺していた。後ろの方で兄嫁が発狂している声が聞こえる。じゃあ、あとは自分たちで頑張れよ。そう言って父は電話を切った。私が着信拒否の設定をしてあげて、これで完全に兄夫婦と関わらなくて済むようになった。ちなみにご近所さんから教えてもらったが、兄夫婦はすぐに家を出て行ったらしい。家を売却しようとしたが価値がつかず、固定資産税だけがかかるので0円で売ったそうだ。話によると豪邸が手に入ったと自慢して兄は友人たちを呼ぼうとしていたそうだが、雨漏りでひどくなっている状態となり家に呼べず、結局アパートに引っ越すことになり、その後友人たちから豪邸になんて住んでないじゃないかと嘘つき呼ばわりされて縁を切られたそうだ。また兄嫁は広いいい家が手に入ったからと仕事を辞めてしまったらしく、現在は慌ててバイトを始めたらしい。だが贅沢をする癖がやめられず、稼いだバイト代をすべてブランド品の購入に使ってしまっているそうだ。兄も兄で全然会社で出世できないので、給料が低いままなので生活は貧しい状態で、ストレスがたまり喧嘩が絶えない状態だそうだ。ご近所さんから苦情が来ていてアパートも追い出されそうなんだとか。そういった説明とともに父に助けを求めるメールが来ているそうなのだが、私たちは無視を貫いている。
そして親子3人仲良く新居での生活を楽しんでいる。私はこのまま仕事に打ち込みながら親孝行を少しずつできたらいいなと思っている。ついにご両親も堪忍袋の方が切れたという感じですね。兄夫婦は自業自得です。何でもかんでも許されると思ったら大間違いです。主さんはこれからもご両親と仲良く楽しい日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。あ、パパだ。え？私と娘はとても驚いた。そこにいたのは夫だったからだ。あなた、これは一体どういうこと？すべてを悟った私の顔を見た夫はすごく動揺していた。違うんだ。これはその…もう言い逃れはできないわよ。私の名前はみゆき、34歳の会社員だ。夫のコウタとは結婚して7年になる。私たちはもともと大学の同級生だった。同じ学部の同じ学科にいた私たちはゼミも一緒で必然的に話す機会が多かった。学生の長い時間を一緒にいたからか私たちは自然と距離が縮まっていった。そして大学4年生の時に私たちは付き合うことになった。お互いに就活の情報を共有したり励まし合っているうちにお互いに惹かれ合ったのだ。就活生だったので恋人らしい時間は最初はなかなか過ごせなかったが、それでも楽しかった。お互いに就活で頑張っているのが刺激になり、いい感じに息抜きをしながら就活を進めることができた。そして嬉しいことに、お互いに同時期に就職が決まった。それからは今まで我慢していた分、思いっきり恋人としての時間を楽しんだ。二人ともほとんど単位を取り終えていたので、ほとんど卒論くらいしか残っていなかった。だから旅行に行ったり、ドライブに行ったりしてたくさん思い出を作った。それから大学を卒業し、私たちはお互いに社会人となった。最初は仕事に慣れることを優先し、無理にデートをしたり会うことはしないようにした。その判断はとても良かったと思う。やはり心の余裕がない状態で会うと、些細なことで喧嘩をしたりしてしまう。だからお互いが会いたいなと思う時に会うようにした。そのため会っている時間が楽しくて仕事のいい息抜きになっていたのだ。それから3年ほどが経ち、仕事にも慣れてきたので私たちは同棲を始めた。付き合ってからも3年が経っていたし、結婚も意識し始めていたから、まずは同棲をして一緒に生活をしてみようということになったのだ。同棲生活は順調に進み、私たちは仲良く幸せな時間を過ごした。そしてそれから2年が経った頃、私は彼からプロポーズをされた。もう付き合って5年が経ったけど、俺はみゆきのことが今も大好きだ。だから俺と結婚してくれ。私も同じ気持ちだった。プロポーズしてくれてありがとう。これからよろしくお願いします。そうして結婚することになった私たち。付き合い始めてから5年、同棲をしてから2年が経っていたが、結婚というちぎりを交わしたことは大きかった。そうやって長く一緒にいても新婚生活は新鮮だった。なんだかいつもワクワクした気持ちになるし、そしてところどころで結婚をしたんだなと感じる機会が多い。仕事の時は夫婦別姓にしていて、旧姓のままで仕事をしているのだが、普段は夫の姓になるので、その名前で呼ばれたりするとドキッとする。彼の名字で呼ばれるたびに、夫と結婚したのだなと実感するのだ。夫婦であることを実感しながら、新しい新婚生活を送っていた。同棲していた時と生活スタイルはあまり変わらないが、それでも夫婦になったことを実感しながら過ごすだけでもだいぶ感覚は変わったと思う。そしてそんな中で私たちの間にとても嬉しいことがあった。それは子供ができたことだ。結婚して2年ほどが経った頃、私が妊娠していることが判明したのだ。コウタ、私妊娠したよ。お、本当か？うん、私たちの子供だよ。やった、みゆき、ありがとう。夫は私の妊娠をとても喜んでくれて、私も嬉しかった。そしてその後、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。生まれてきた子供はとても可愛くて、本当に天使のようだった。
この子は俺たちにとっての宝物だ。本当に可愛いな。夫は娘を抱き上げながらそう言って喜んでいた。私たちはこの子にリサと名付けた。リサは本当に可愛くて、私も夫も子煩悩状態だった。私は産休と育休をフルに使っているので、ずっと娘と一緒にいられた。また夫は仕事があるので定時ですぐに帰ってきていた。そして二人でずっと娘をあやしていて、晩ご飯を食べるのもそのせいで遅くなっていたほどだ。そんな感じで幸せな日々を過ごしていた私たち。娘がハイハイをしたり立って歩けるようになるたびに私たちは歓喜して動画とか写真とか撮りまくっていた。娘はすくすくと成長していき、言葉も話せるようになった。ママ、パパ。リサ、かわいいな。私たちのこと呼べるようになったのね。娘が何かできるたびに私たちははしゃいでいた。完全に親バカ状態だ。だがそんな感じが幸せだった。夫が子育てに積極的で嬉しかった。彼と結婚できてよかったと改めて思った。そして娘は保育園に入園した。私の育休が終わって仕事を再開することになったので、保育園に預けないといけなくなった。それから私と夫は早くに仕事が終わった方がお迎えに行くようにした。そして仕事が終わるタイミングが同じくらいの時間の時は一緒に迎えに行って3人で帰った。今日保育園でね、こんなことがあったの。へえ、すごいね。私と夫の間にいる娘は私たちと手をつなぎながら楽しそうに保育園で会ったことを話してくれた。私と夫は娘の話を聞きながら一緒に帰るのが楽しかった。家族仲良く幸せな日々を過ごしていた私たち。これからもきっとこのまま幸せな生活を送れると思っていた。だがそれから少し経った頃、夫は仕事が忙しくなって残業が多くなった。そのため迎えに行けるのが基本的に私になった。お父さんは最近お迎えに来れないの？そうなの。お仕事をすごく頑張ってるの。だから応援してあげようね。うん。パパのこと応援する。娘は本当にいい子で、夫に向けて応援のお手紙を書いていた。パパ、お仕事頑張ってねと書いた手紙を夫のために用意しておいた晩ご飯の横に置いておいた。夫は最近、娘がもう寝ている時間に帰ってくることが多い。だが仕事から帰ってきて晩ご飯を食べるときに娘の書き置き手紙を見て夫は感動していた。リサ、なんて優しい子なんだ。今すぐ抱きしめに行きたいほどだ。こらこら、眠っているところを起こしちゃダメでしょ。そうだよな。いや、本当にいい子で可愛いな。寝顔だけ見に行っていい？廊下の明かりで起こさないようにしてね。うん。夫はそう言って嬉しそうに娘の部屋に行ってこっそり寝顔を見ていた。本当に娘のことを大事にしてくれてるんだなと私は嬉しく思った。だからこそ仕事がかなり忙しくて家族でいられる時間が少ないのが本当に残念だなと思う。夫は土曜日も休日出勤になることが多くてなかなか遊びにも行けなかった。リサ、ごめんな。パパは今日もお仕事なんだ。そっか。夜には帰ってきてくれるの？そうだな。頑張って晩ご飯の時間には間に合わせるよ。じゃあパパが帰ってくるの待ってる。お仕事頑張ってね。ありがとう。頑張るよ。そう言って仕事に行く夫だが、晩ご飯の時間に帰ってこれる時間もあれば帰ってこれない時もあった。帰ってこれない時は娘はすごく寂しそうにしていて、その度に私も悲しくなった。でも仕事だから仕方ない。それはおいおい娘にも理解してほしいなと思う。これから夫も私も会社で出世していって責任のある仕事を任されるようになったら残業も増えていくだろう。そういう時にもちゃんと我慢をできる子にはなってほしいなと思った。もちろん家族での時間もたくさん取りたいが、今から少しずつこういうことにも体制を身につけてほしい。その分一緒にいられる時はできる限り娘とたくさん接してあげたい。それは夫も同じ考えだと思う。だがそれにしても最近の夫は忙しすぎな気がした。そのため私は夫に対して相談をしてみた。ねえ、最近あなた残業が多すぎじゃない？
もう少し他の人に仕事を回したりして早く帰ってこれる日を作れないの？いやいや、それは無理だよ。俺は会社から期待されているし、上司も後輩も俺のことを頼りにしているからさ。そっか。でも日曜だけはずっと家にいられるし、その時にリサに構ってあげられてるじゃないか。そうだけど、リサも寂しがっている時が多いから。それは申し訳ないけど、まあなるべく後輩に仕事を触れるように頑張るよ。うん、そして。夫もとりあえずはそう言ってくれたが、それでも結局変わらなかった。私はだんだん夫に期待しなくなった。まあ忙しいのは仕方ないし、それに娘のことを愛していないわけではないから、私が夫の代わりにたくさん構ってあげようと思った。そして娘は5歳になったのだが、それからピアノを習うようになった。音楽番組を見てピアノの音が気に入ったらしい。娘がやってみたいと言ったので、私はすぐにピアノ教室に通わせたのだ。そこには娘と同じくらいの子が多くて、そしてなんと同じ保育園に通っている同級生の子もいたのだ。その子はサナちゃんという子で、クラスは違うのだが、娘と同じ保育園にいるらしい。サナちゃんのお母さんとも話すようになり、ママ友になった。子育てにおいて大変なこととかを話して共感し合い、娘たちのピアノのレッスンが終わるのを待っている時は楽しい時間を過ごせた。娘もサナちゃんとすっかり仲良くなったようで、このピアノ教室に通わせてよかったなと思った。この時はまさかあんなことになるとは思いもしなかった。それから私とサナちゃんのママは保育園で迎えに行く時に会ったら、レッスンがない時も話すようになった。娘は保育園にいる時に違うクラスのサナちゃんに会いに行ったりしているようだ。サナちゃんはとてもいい子で、娘にも優しい。いいお友達ができて楽しそうに保育園に通うことができてよかったなと思った。そんな中、ある日私はサナちゃんのママから連絡が来た。それは休養ができてしまい、娘を迎えに行けないから一緒に迎えに行ってほしいというものだった。その日は保育園の後にピアノレッスンがある日で、迎えに行ったその足でピアノ教室にまで向かう流れだった。レッスンの途中くらいからこっちに来れるとのことだったので、教室までサナちゃんのことも一緒に連れて行ってほしいとのことだ。別に何ら問題はないので、私は承諾してサナちゃんと娘のお迎えに行った。保育園にもちゃんとサナちゃんのママから連絡があったようで、話は伝わっていた。そして私は2人を連れて保育園を出た。その日はものすごく暑い日で、子供たちもとても暑そうにしていた。ピアノレッスンまで少しだけ時間があったので、私はコンビニに寄って子供たちにアイスを買ってあげることに。そして子供たちと一緒に近くの公園に行き、ベンチに座ってアイスを一緒に食べた。嬉しそうにアイスを食べる子供たち。それからいつもとは違うルートでピアノ教室に向かった。その時、サナちゃんがどこかを指さしてそう言った。あ、パパだ。え？私と娘はとても驚いた。そこにいたのは夫だったからだ。パパ！サナちゃんは叫びながら夫のところへ走っていった。夫はちょうど外回りをしていたタイミングのようで、近くのビルから出てきたところだった。私はサナちゃんの発言によって全てを理解した。きっと夫はサナちゃんの家に何度も足を運んでいて、それはつまりサナちゃんのママと不倫をしていたということだろう。私は少しずつ夫に近づいていった。夫が私と娘に気がついてぎょっとした。あなた、これは一体どういうこと？どうしてサナちゃんがあなたのことをパパと呼んでいるのかしら。すべてを悟った私の顔を見た夫はすごく動揺していた。違うんだ、これはその…もう言い逃れはできないわよ。すべてを白状しなさい。もういいわ。今からピアノレッスンだから帰ったら話を聞くから。私は怖い顔をして夫を睨みつけた。夫は顔面蒼白状態で黙り込んでいる。それからピアノ教室に向かう途中に、私はサナちゃんに話を聞いた。あの男の人はサナちゃんのパパなの？うん、夕方から夜遅くまでサナと一緒にいてくれるの。へえ、そうなんだ。晩ご飯も一緒に食べるの？うん、でもパパ小食だからあんまり食べないの。それでサナのこと寝かしつけてくれるの。
どうやら夫は残業なんかしていなくて、毎日サナちゃんの家に通っていたようだ。私はもちろんのこと、娘も衝撃の事実を知り黙り込んでいた。このままでは娘がかわいそうすぎる。私はサナちゃんをピアノ教室に届けた後、私は先生に娘がちょっと体調悪そうにしているから帰ることを伝えた。そして実家に行き、両親と一緒に娘のケアをすることにしていた。両親には事前に電話をして話していたので、事情はすべてわかっていた。パパは私よりもサナちゃんの方が大事だったの？リサ。私が娘にそう言われて困っていると、父が口を開いた。パパはとても悪いことをしたんだよ。それは許されないことだ。だからそんな悪い人に大事にされる必要もないんだよ。リサにはママがいるし、ジジとババもいる。私たちはリサのことを一番に思っている。リサには私たちがいるってことを忘れないでな。父が優しくそう言うと、娘は涙を流しながらもうんとうなずいた。そしてあんなことがあり驚きすぎたのか、娘はそのまま疲れて眠ってしまった。私はすぐに夫に連絡を取り、話をしたいと伝えた。夫が分かったと承諾したので、私は夫と暮らしていた家へと向かうことに。その時に私は義両親も呼んだ。そして母に娘の面倒を見てもらい、父と一緒に夫のもとへ。夫はサナちゃんのママを呼んでいたのだが、まさか私の父と義両親が来ると思っていなかったのだろう。ものすごく動揺していた。どうして父さんたちやお父さんまで？あら、何か不都合なことでもあるのかしら。もし事実が不倫ではないのなら、あなたはもっと堂々としていられるんじゃないかしら。それは。コウタ、ちゃんと本当のことを話せ。父さん。義父が鋭く睨みつけたので、夫の顔がこわばった。もし嘘をついたらどうなるか分かってるかな。そしてさらに私の父がそう言うと、夫は顔を青くしてかなり動揺していた。その。しどろもどろになる夫。すると義母がちゃんと喋りなさいと一喝した。夫はヒットを小さな声を上げて座っていた椅子から落ちそうになった。そしてこの状況をごまかせないと思ったようで全てを白状した。どうやらサナちゃんが言っていたように夫はサナちゃんのママの家に通い不倫をしていたようだ。出会いのきっかけは私が仕事で行けなかった父母会だったようだ。そこで会話が弾み、連絡先を交換して何度もやり取りをしているうちにそういう関係になったらしい。サナちゃんのママはシングルマザーらしく、個人的な事情から父親がいない状況でサナちゃんを産んだらしい。それまでは一人で子育てを頑張っていたのだが、だんだんときつくなっていたらしく、そんな時に夫と話をして、男の人と一緒にいるのが楽しいと思って、そのまま夫と関係を持ってしまったようだ。夫はいけないと思いながらも、不倫もやめられないし、サナちゃんも可愛いし、リサも可愛いしで、どっちつかずの行動をしていたようだ。最終的にはどちらとも縁を切りたくないと泣いてごねていたので、一気に夫への愛情が消えた。そんな甘い考えが通ると思ってるの？私はあなたと離婚するし、リサの親権も私がもらうから。今後、リサと会えるかどうかは、リサ本人が決めることだから。そんな、俺は父親なんだから会う権利は。だったら不倫なんてしなければよかったでしょう。義母がそう怒鳴り、今度は夫はついに椅子から転げ落ちた。尻餅をついて痛そうにしている夫に私は冷たくこう言ってやった。あなたは私とリサを裏切ったんだからね。それ相応の罰を受けなさいよ。夫は顔面蒼白の状態でそのままうつむいた。それから私は弁護士を通して夫と離婚をし、夫とサナちゃんのママに慰謝料を請求した。もちろん夫には養育費も請求している。元夫は慰謝料に養育費を支払った上で、サナちゃんのママと一緒にいる生活を送ることはできなかったようだ。まあ、元夫の給料だと借金を返済しながらさらに子供を養うことは無理だろう。サナちゃんのママの方から別れを告げて、彼女はサナちゃんを連れて実家に帰ったようだ。そのため保育園も変わり、娘のお迎えの時も遭遇することがなくなったのでよかった。ちなみに元夫は私からも不倫相手からも捨てられ、そして義両親からも縁を切られ、現在は一人寂しく、ただただ借金を返すだけの日々を過ごしているようだ。
一方、私は娘と二人暮らしを始めた。娘はもう夫に未練はないようで、一切パパとは言わなくなった。面会も別にいらないとのことで、元夫は娘と二度と会えなくなった。娘は保育園で相変わらず楽しく過ごしているようで、今回のことによる心の傷が心配だったから、その話を聞いてほっとした。これからも私は娘のことを第一にしながら、シングルマザーとして一生懸命に仕事も子育ても頑張っていこうと思う。いい父親を演じながら違う家でもパパを演じていたなんて最低な男ですね。こんな男とは縁を切って正解だと思います。娘さんの心の傷が心配でしたが、あまり気にしていないようで、すごいメンタルだなと思いました。これからシングルマザーとしていろいろ大変でしょうが、親子仲良くしながら幸せに暮らしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。いやー、赤ちゃんって可愛いね。そうね。あなたにすごくそっくり。え？夫と親友はびっくりして固まっていた。私は二人に対してとあるものを突きつけた。あなたたちが知ったこと全部知ってるからね。私の名前は香織、30歳の会社員だ。私は現在大企業で働いている。大学を卒業してから入社した会社でいろんな経験をさせてもらっていて、とても充実した日々を送っている。そこで出会ったのが剛だ。彼は私の上司でよく相談に乗ってもらっていた。私にいろいろと仕事を教えてくれて尊敬していた。私が独り立ちしてからは一緒に仕事をするようになり、それがきっかけで距離が縮まっていった。仕事後に二人で飲みに行くようになり、LINE のやり取りなども頻繁にするようにもなった。そしてある日に休日にデートに誘われてプライベートでも会うようになったのだ。それから私たちは付き合うようになり、恋人の関係になった。その後は順調に交際を続けていき、2年ほど付き合ってから彼にプロポーズをされた。香織は俺にとって運命の相手だ。これからの人生を一緒に過ごしてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。結婚する際に私は隠していたわけではないが、とある事実を夫に報告した。私のお父さん、実は会社を経営しているんだ。え、そうなの？うん、一人娘だから私が継ぐ予定だったんだけど、剛がもし継ぐ気があるのなら結婚後に次期社長としてお父さんの会社で働くっていうのもあるけど。なるほど。夫は少し考えた後、こう答えた。俺、香織の会社を継ぐよ。社長になってお父さんの会社を支えていく。剛、ありがとう。それじゃあお父さんにもそうやって伝えるね。それから私は両親に結婚することになったことを話し、そして結婚の挨拶の日程を決めた。そうか、香織がついに結婚か。やっと花嫁姿が見られるのね。婚約者に会えるのを楽しみにしてるよ。両親は私が結婚することになってとても嬉しそうにしていた。そして後日、私は剛を連れて実家に行った。はじめまして、剛と申します。香織から話は聞いていますよ。上司として仕事を丁寧に教えてくれたんだとか。とても立派な社会人になって親として嬉しい限りですよ。いえいえ、それは香織さんの覚えが早かったからですよ。僕は特別なことはしていません。とても謙虚な人だな。信頼に値するよ。香織のことをよろしく頼む。そして私の会社のことも今後しっかりと支えてくれ。はい、もちろんです。お任せください。両親が彼のことを気に入ってくれて本当によかった。その後、両家の顔合わせを済ませて、私たちは結婚式を挙げた。それから新婚旅行にも行き、幸せな結婚生活をスタートさせた。結婚当初はすごく幸せだった。毎日一緒にいられるだけで私は嬉しかった。共働きなので家事を分担しながら仕事にも集中してバランスのいい生活を送った。そして私の親友のみゆきも交えて3人で遊んだりもした。みゆきは私の高校時代からの友人だ。
私が進路で悩んでいる時も相談に乗ってくれたし、社会人になってからも私たちは頻繁に会ってお互いのことを話し合っていた。みゆきのことは私はすごく信頼していて、何でも話していた。つよしとのこともよく相談していた。結婚するの？女子として慕っていた人だよね。うん。社内恋愛からの結婚ってなんかいいね。そう？尊敬していた相手が恋愛対象になる瞬間ってどういう感じなの？それはあまり覚えてないかな。嘘でしょ。絶対に覚えてるでしょ。うん。まあ、でも恥ずかしくて言えないよ。そうやって照れて。でも本当に好きなんだね。うん。運命の人だと思う。いいね。香織がそこまで言うって珍しいね。どんな人なんだろう。みゆきは剛にとても会いたがっていた。だから結婚式の時に紹介したのだが、感じの良さそうな人ねとみゆきは夫のことを気に入っていた。そのため結婚後は3人で食事に行ったり、みゆきの家に招いて宅飲みをしたりした。3人で過ごす時間も楽しくて、私は幸せだった。夫は父の会社で一生懸命働いているようで、父からは真面目で期待できると聞いている。私も今の会社で頑張っており、どんどん結果を出している。それから1年ほど経ったが、昔の夫のように私は今は課長になった。部下もできて大変だが、私は責任のある仕事を任されてとてもやりがいを感じている。夫が今までこの課長という立場で頑張っていたことを実感し、私は夫のことをさらに尊敬した。彼のように人としても素晴らしいなら、きっと父の会社でも活躍するだろう。これから私たちの間には子供ができるだろうし、公私ともに充実したとても幸せな人生が待っているはずだ。私はそんな風に思っていた。この時はまさか今後あんなことになるなんて思いもしなかった。ある日、私は話があると言われてみゆきから連絡をもらった。久しぶりだねみゆき。香織、来てくれてありがとう。話って何？ちょっと大事な話でね。大事な話？実は私妊娠したの。妊娠？私は驚いてしまった。というのも、みゆきは結婚どころか彼氏すらいないからだ。一体誰の子供なの？それは私が好きな人なんだけど、飲んだ時にそういう関係になっちゃって。まさか妊娠すると思わなかったんだけど、私は産みたいなって思ってるの。それを相手の人には相談していないの？実は奥さんがいる人でね。なんと親友は不倫をしていたのだ。どうしても奥さんと別れることはできないって言われちゃって。そうなんだ。私はその相手の男に心底腹が立った。不倫をしておきながら奥さんとは別れずに妊娠をさせるなんて無責任にも程がある。相手の男性に物申したかったが、みゆきからはそれはやめてほしいと言われ、私は我慢するしかなかった。そして私は夫にこのことを話した。みゆきが妊娠したんだって。妊娠？びっくりだよね。確かにそうだな。しかも相手の男性は既婚者なんだって。マジか。それで妊娠してどれくらいなんだ？5ヶ月くらいで、ちょっとずつお腹も大きくなっていたわ。そっか。子供は産むつもりなんだろ？せっかく妊娠したんだし。そうみたいだけど。そう言って私は夫の発言に違和感を感じた。そもそも不倫の事実を知り、不倫相手が妊娠をさせたという時点で相手の男に怒るべきだろう。それなのに夫は憤慨している様子もなかった。なんとなく私は女の勘として夫が怪しいと思い始めた。そういえば夫は最近残業が忙しいと言って夜遅くに帰ってくることが多い。真面目に父の会社で働いているのだなと思ったのだが、もしかしたらみゆきと会ってるんじゃないだろうか。私はまず父に連絡をしてみた。最近って繁忙期なの？剛の帰りが最近かなり遅いんだけど。そうなのか。繁忙期ではないが、真面目だから遅くまで残っている可能性はあるな。そっか。何があったのか？いや、そういうわけじゃないの。ただちょっと寂しいと思ってね。そうかそうか。まあ結婚して2年だもんな。まだまだ夫婦としての生活も楽しく過ごしたよね。
部下にもあまり残らせないように言っておくよ。うん、ありがとう。まだ確証を得られてない状態で父に相談するのはダメだと思った。やはり自分でしっかりと調べなければ。私は更新所に調査を依頼することにした。だがその間に夫は早く帰ってくるようになった。あら、今日は早いわね。ああ、なんかなるべく早く帰るように言われてね。そっか。私はこの時少しだけほっとした。おそらく父が会社の人に言ったのが夫に伝わったのだろう。だがこれで早く帰ってくるということは本当に残業をしていたということだ。私はちょっとだけ安心していた。みゆきと夫が不倫をしていたわけではないのだろう。だが私の考えは甘かったようだ。2週間ほど経ってから更新所から結果が出たと連絡が入った。すると夫がみゆきと不倫をしているのが判明した。私は本当にショックだった。どうして二人が。しかも妊娠をさせていたということは、かなり前から二人は関係があったということだ。夫は仕事後にみゆきが暮らすマンションに通っていたようだ。だからいつも帰りが遅かったのだろう。さらには二人がベビー用品のお店に入っていく様子も写した写真もあった。絶対に許せない。二人は長らく私のことを騙していたのだ。それからも私は証拠を集め始めた。ある日、私は高いお酒を買ってきて、夫と二人で家でたくさん飲んだ。いいお酒に夫の気分は上々で、喜んでたくさん飲んでいた。そして夫は酔いつぶれて寝た。私は夫にバレないように夫のスマホを持ち、そのスマホの指紋認証を夫の指を持って開けた。それから LINE の画面を開いて、夫とみゆきのやりとりを見た。そこで私は驚きの事実を知った。なんと夫は私の父の会社の社長になった後に私と別れてみゆきと再婚するつもりらしい。みゆきは社長夫人になる日がすごく楽しみだわと喜んでいるメッセージを夫に送っていた。ふざけんじゃないわよ。私の父の会社を乗っ取り私と別れるってことじゃない。私は絶対に彼らを許してはいけないと思った。更新所の証拠写真を持って私は実家に行った。両親は夫が不倫をしていたことを知り憤慨していた。そしてさらには夫の計画を知り呆れていた。絶対に許すわけにはいかないな。ええ、徹底的にやりましょう。私と父は復讐の準備をした。まず二人を泳がせておいて、みゆきが出産をした時に私は全てを告げることにした。私は夫と一緒に出産祝いに行こうと話した。もちろん夫はノリノリで承諾。そして一緒にみゆきがいる病院へ。あ、二人来てくれたんだ。みゆき出産おめでとう。ありがとう。よかったら抱いてあげて。私に気づかれていると知らずに私に赤ちゃんを渡してくるみゆき。仕方なく私は抱き上げる。赤ちゃんには罪はない。赤ちゃんはすごく可愛かった。夫は嬉しそうに赤ちゃんを抱き上げていた。自分の子供だからさらに可愛いのだろう。夫はかなりテンションが高かった。そして私にこう言ってきた。いやー、赤ちゃんって可愛いね。満面の笑みでそう言う夫。ここが作戦の実行をするタイミングだろう。そうね。あなたにすごくそっくり。え？夫と親友はびっくりして固まっていた。どういうこと？香りはいきなり変なことを言うな。あからさまに動揺している二人。私は二人に対してとあるものを突きつけた。それは二人の不倫の証拠写真だ。あなたたちが知ったこと全部知ってるからね。あなたたちが不倫をしていること、そしてその子供が強しの子だってこともね。え？嘘。どうしてこんな写真が？ああ。あと、つよしが計画していたことも全部知っているわよ。え？あなたお父さんの会社の社長になった後に、私と別れてみゆきと再婚するつもりなんでしょう。え？どうしてそれを？あなたたちの LINE のやりとりを見たのよ。嘘だろ。あなたたちの好きにはさせないから。このことは全部お父さんも知ってるわ。不倫でクビにすることはできないけど、あなたには一生いい仕事は回ってこないわ。ずっと殺務をさせられて出世ができない状態になるの。
給料も会社の中で一番安くなるわ。もちろん社長にもならないから。そんな。それじゃ俺の計画が。あなたの計画なんてどうでもいいのよ。クビにされないだけ感謝しなさい。慰謝料はあなたとみゆきのどちらからももらうからね。嘘でしょ。出産したばかりの私にまで慰謝料を請求するの。当然でしょ。私は絶対にあなたたちのことを許さないから。私はそう言って病室を後にした。二人は顔面蒼白の状態で固まっていた。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。そしてみゆきと夫に不倫による慰謝料を請求した。二人から私は300万ずつを支払ってもらうことになった。夫は出世が見込めなくなり自主退職をしたのだが、これは私と父の作戦だった。父はあらゆる会社に夫の採用すべきではないことを説明した。そのため夫は再就職先が全然決まらず、フリーターにしかなれなかったようだ。一応みゆきと再婚したようだが、みゆきは働けないし、元夫はフリーターなので生活はかなり厳しいらしい。まあ子供には罪はないので、しっかりと育ててほしいものだ。一方、私は自分で父の会社を継ぐ覚悟を決めて父の会社に転職した。今は社長になるために一生懸命働いている。しばらく恋愛はいいので、しばらくは仕事を頑張って次期社長として成果を上げていこうと思う。親友と不倫するなんて本当に最低な夫ですね。しかも会社の社長になってから離婚して不倫相手と再婚しようとしたのもひどすぎます。この男にはもっときつい制裁を加えてもよかったのではないかと思いますね。でもとりあえずこの最低な夫を会社から追い出せてよかったですね。これからは社長になるために一生懸命頑張ってお父さんの会社を守ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。お前のカードで家族旅行に行ってくるよ。勝手に私のゴールドカードを盗み、長男夫婦と旅行に行った夫。よかった、念のため思って対策をしておいて。そのカード期限切れだよ。え？私の名前は瞳、60歳の主婦だ。私はつい最近定年退職を迎えた。ここまで本当にとても長かった。私は大手金融会社で働く、いわゆるキャリアウーマンというような存在だった。そのため毎日仕事が忙しくて本当に暇がなかったと思う。がむしゃらに働き、私は結果を残していった。その過程で同じような向上心の高い同世代の男性社員たちと衝突することもあった。大手だからこそエリート同士の争いというのは熾烈で、私は波に飲まれないように食らいつくのに必死だった。そして運もあってか、私は少しずつ出世していき、当時の女性としては珍しい課長という立場を任されることになった。周りからの反感なども多かったが、そこは結果を出すことで私は解き伏せた。このような力技と負けず嫌いな性格は父から譲り受けたものだと思う。私の父は自分の道は自分で切り開けといつも言っていて、自身も会社員時代はどんどん出世していき、そしてある日経営者に転向して自分の会社を立ち上げた。母はいきなり起業をすると父が言い出した時に驚いたし、不安はあったそうだが、父が言っても聞かない頑固な性格だということを分かっていたので、どんな結果になってもついていく覚悟を持って連れ添ったそうだ。そんな両親を見ていて、私は父のような強い信念を持つこと、そして母のように誰かを信じる心と勇気を持つことを大事にしてきた。そのおかげで私は少しずつだが、会社で衝突していた人とも分かり合えるようになり、みんな良き同僚となったのだった。そんな風に仕事に一生懸命だった私。だが当時、全くと言っていいほど恋愛には縁がなかった。恋愛をしている暇があれば仕事と思って全然恋愛をしてこなかったのだ。そのため同世代が結婚や出産を経験していく中、私だけが独身状態だった。だがそんな中出会ったのが夫の公平だった。
彼とは仕事の取引先の担当者同士だったことがきっかけで出会った。最初は特に何も思わなかったのだが、彼と一緒に仕事をしたり話したりしていると、とても自然体になっている自分がいることに気づいた。そして彼からは私はアプローチをされていた。だから一度彼と付き合ってみようと思ったのだ。すると予想以上に相性が良くて、私は彼と一緒にいてとても心地が良かった。彼は私をとても大事にしてくれて、そして私が仕事が忙しいことを理解してくれた。私たちは交際を始めて1年半ほどが経った頃に結婚をすることになった。ある日、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。俺にとって瞳は人生をずっと共に歩んでいきたい存在だ。だから俺と結婚してくれ。私はすごく嬉しかった。だが当時の風潮は、女性は結婚したら仕事を辞めて家庭に入るというものだった。だから私は彼にこう言った。プロポーズすごく嬉しいわ。だけど私は仕事を辞めたくないの。もし結婚することで専業主婦にならなければならないのなら、私は結婚をすることはできないわ。私がそう言うと彼は驚きの発言をした。それなら俺が仕事を辞めるのはどう？え？公平が辞めるの？ああ、だって瞳は給料がかなりいいし、俺よりも稼いでるだろう。仕事を続けたいと思っているのなら、俺は瞳が望んでいることを尊重してあげたい。だから俺が仕事を辞めて専業主婦になる。光栄、ありがとう。私はこの時、とても素晴らしい旦那さんをもらったなと思った。もちろん彼の親から仕事を辞めるなんてと反対はあったそうだが、彼は自分の意志を貫いて私を守ってくれた。この人とならきっとこの先何があっても大丈夫だろう。そう思えた。そして結婚をした私たち。結婚当初はとても幸せだった。私が忙しく仕事をして帰ってくると、夫は料理を作って待っててくれた。今日の晩ご飯は何？今日はハンバーグだよ。あ、やった。私は意外と子供が喜ぶようなメニューが好きだった。そのためハンバーグとかステーキとか餃子とかカレーとか唐揚げとかが好物だ。もちろん野菜も好きでよく食べているので栄養バランスは偏ってはいない。忙しい中で夫が晩ご飯を作ってくれているのはとても助かった。まあ専業主婦になったからそれが仕事と言うべきなのかもしれないが、そうやって家庭で支えてくれるからこそ私は安心して仕事に行けるのだ。そう考えると夫には感謝しかない。そして私たちはそれからしばらくとても幸せな日々を過ごしていた。そんな中、さらに嬉しい出来事が起きた。それは私が妊娠したことだ。え、妊娠？本当か？ええ、私たちの子よ。やった、瞳ありがとう。夫はとても喜んでくれて、私も妊娠したことが本当に嬉しかった。そして私は無事に赤ちゃんを出産。可愛い男の子が生まれた。私たちは生まれてきた長男にタケルと名付けた。息子はとても可愛くて親バカだが天使のようだった。そしてさらに嬉しいことにその1年後に娘の香織も生まれた。家族が増えて本当に喜ばしいことなのだが、仕事においてはなかなか大変な時期だった。年子なので会社を休む期間が長くなってしまったのだ。その間は本当に会社の人たちに迷惑をかけたと思う。だがみんな私を信頼してくれていたので、子育てにも協力的だったので本当に助かった。私は少しでも期待に応えようと、早くから仕事に復帰して、働ける時間はギリギリまで働いた。もちろん、生活の中心は子供たちだ。だから基本的に定時上がりか、子供の体調などに応じて早めに帰るようにしていた。小さい子というのは熱が出やすいので、私はいつも気をつけて対処できるようにしていたのだ。だがこのことについて私はちょっと納得がいかないことがあった。それは子供が熱を出した時のことについてだ。長男が熱を出した時に保育園から私に今すぐ迎えに来てほしいと連絡が入った。私はすぐ行きますと言ってすぐに夫に連絡をした。だが夫は、いや、それは瞳が言ってもらわないと困るよ、と言い出したのだ。私は訳がわからず、私仕事中だからあなたじゃないといけないよと言ったのだが、すると夫はこんなことを言った。だってこんな日中に迎えに行ったら俺が働いてないみたいに思われるだろう。え？
私はびっくりして言葉が出なかった。なんと夫は変なプライドからそんなことを言って私にお迎えを任せてきたのだ。いや、くだらないこと言ってないで迎えに行ってよ。私仕事がまだあるんだから。私がそう言うと夫は怒り出した。はあ、くだらないってなんだよ。瞳は男心ってものを理解してないんだな。とにかく俺は無理。瞳が言ってきて。あ、ちょっと。夫はそう言って電話を切ってしまった。私は仕方なく事情を説明し息子を迎えに行った。そしてそれから娘のお迎えにも行き、私は家に帰った。ああ、どっちも拾ってきてくれたんだな、ありがとう。夫はさっきのことを悪びれる様子もなくそう言った。この時から私の中で夫に対する不信感が芽生えていった。そして夫の中でも私に対して苛立ちというか怒りみたいなものができたみたいで、好き勝手に過ごすようになった。例えば晩ご飯を一切作ってくれずに家でゲームして遊んでいたりとか、夕方の保育園のお迎えさえも行ってくれなかったりとかだ。私はだんだんと家事もやらなければならなくなり、負担がどんどん増えていった。そして夫は私に対して申し訳ないとか思っていないようで、私がやってくれるならいいかとどんどん家事をサボるようになった。これじゃあただのニートじゃないか。だが離婚にはいまいち踏み切れなかった。というのも子供たちとは遊んでくれていたし、そんな状態で父親を奪ってはいけないと思ったからだ。だから私は我慢しながら日々を過ごしていた。そんな日々でも子供たちがいるから幸せも感じていた。子供たちはすくすくと成長していき、気づけば小学生、中学生と大人に近づいていっていた。小さい頃は本当に可愛くて今でもアルバムを見返してしまう。娘にはまた見てるのと笑われてしまうが、アルバムを見ることで昨日のことのように子供たちが小さい頃のことが思い出せて、ほんわかした気持ちになるのだ。そうやって辛いことも幸せも一緒に感じながら家族での生活を送っていた私。だがここでまたしても夫が厄介な存在となった。それは主に長男との関わり方についてだ。というのも夫は長男をとても可愛がっていて甘やかしていたのだ。だからすぐにお小遣いをあげてしまうし、何でも買い与えてしまう。そのため長男はわがままをよく言うようになった。その都度私が叱って何でもかんでも思い通りにはならないと諭すのだが、夫が甘やかすので意味がなかった。そして長男はいつも口うるさい私のことが嫌いになったようだ。母さんは日中家にいないくせに怒ってばっかじゃん。俺は父さんの方が好きだ。父さんは優しいからね。面と向かって言われた時は悲しかった。夫は、おお、そうかそうか、嬉しいなと勝ち誇った顔をして私を見てきた。どうしてそうやって張り合ってくるのだろうか。夫とはずっと冷戦状態で子供のために一緒に生活をしているという感じだった。だからこれ見よがしに勝ち誇った顔をしてくるのは腹が立つ。だが娘はとてもいい子に成長していて、ちゃんと客観的に物事を見られる子だった。だから夫に対しても間違っていると思ったことは自分の言葉で言うし、私の言うことを理解してちゃんと聞いてくれていた。そのためいつからか私と娘対息子と夫みたいな構図ができることが多かった。それでもなんとか家族がバラバラにならずに一緒に日々を過ごしていった。気がつけば息子も娘も大学に進学し、社会人になって家を出ていった。ここまで来ると私も離婚する体力の方がなくなっていた。夫とはいろいろあったが、子育てを頑張った戦友、そんな風に思うようにもなった。会話もそれなりにするようになっていたし、このままこの人と一生を添い遂げるのだろう、そう思っていた。だが息子が結婚してからまた状況が変わった。息子は結婚すると私たちの家の近くに住み始め、そして頻繁に家にやってくるようになった。私が仕事から帰ってくると、夫と長男夫婦がすでに酒を飲んで楽しそうに話しているのが聞こえてくることが多かった。しかも手料理ならまだしも必ずと言っていいほど出前を取っているのだ。そのお金は夫が出しているそうなのだが、それはつまり働いている私の給料からだということだ。別にいいじゃねえか、お前は生意気にも稼いでるんだし、夫婦なんだし。生意気という言葉は余計だし、それに勝手に私の稼ぎで贅沢をされるのも腹が立つ。
また夫は夫婦で共有している口座から勝手にお金を引き出して長男夫婦にプレゼントを渡していたりするのだ。お父さん、このブランド物のバッグのプレゼントありがとうございました。すごく気に入ってます。それならよかったよ。父さん、俺にも今度時計を買ってくれよ。ああ、いいぞ。上機嫌で長男夫婦のお願いを聞く夫。二人が帰った後、私はさすがに夫に注意をした。ちょっと、勝手にあんな高いものを買う約束しないでくれる？なんだよ、息子夫婦が欲しがってるものを買って何が悪いんだよ。そのお金は誰が出してると思ってるの？ああ、自分が稼いでるっていう自慢か。そうやって俺をバカにしてるんだろ。そうじゃないわよ。勝手にお金を使わないでって言ってるのよ。俺には夫婦のお金を使う権利すらないのかよ。使い方に問題があるって何度言ったらわかるの？もういい。お前と話してたらせっかく楽しかった気分も台無しだ。夫はそう言って自分の部屋に入っていった。また私たちの関係性は険悪になってしまった。それにしても息子も息子嫁も遠慮ってものを知らないのだろうか。そんな中、ある日私が帰ってくると夫が部屋で電話をしているのが聞こえてきた。どうやら旅行に行く計画を立てているようだ。しかも相手は息子夫婦らしい。私は急いで共有口座の預金をすべて下ろした。絶対にここのお金を使うに決まっている。そして私は他にもいろいろと対策をした。これで夫は勝手にお金を使えないはずだ。それから少し経った頃、夫が険しい顔をして私に話しかけてきた。あ、口座のお金がないぞ。どうなってるんだ？ああ、それなら金庫に移したわ。はあ？なんでだよ。あなたに勝手に使われないようにするためよ。ふざけんなよ。お前どこまでそうやって子供のように意地を張ってるつもりだ。どうして口座のお金が必要なの？何か大金を使う予定でもあるの？それは…夫は口を濁した。きっと旅行と言ったらお金を出してもらえないと思ったのだろう。タケルたちの結婚1周年祝いだよ。そのための品物を買おうと思ったんだよ。じゃああなたの貯金から出せばいいじゃない。何言ってるんだよ。俺は専業主婦なんだから、そんなお金はないのは分かってるだろう。いいからお金を出してくれよ。しょうがないわね。はい、5万円。これっぽっちかよ。十分でしょう。それでお寿司でも食べてきなさい。ふざけんな。そう言って夫は家を出て行った。ふざけんなというのはこっちのセリフだ。私はもう夫と一緒に暮らすのは無理だと判断した。今までは子育てが終わってなんだか無気力になっていただけだったようだ。だんだんと私は力というか意志みたいなものが湧いてきて、一刻も早く夫から離れたいと思うようになった。そんな中、ある日夫がスーツケースを持って朝早くから出かけていった。話したくなかったので特に話しかけなかった。するとそれから数時間後、夫から電話がかかってきた。もしもし、一体何？俺は今空港にタケルたちといるんだぜ。へえ、そうなのね。これからハワイに行ってくるんだ。ハワイね。どうやってお金を工面したかわかるか？お前の財布に入ってたゴールドカードを使ってたよ。え？お前のカードで家族旅行に行ってくるよ。私はそう言われたので自分の財布を見た。すると本当にここに入っていたカードがなかった。じゃあ楽しんでくるよ。勝手に私のゴールドカードを盗み、長男夫婦と旅行に行った夫。よかった、念のため思って対策をしておいて。そのカード期限切れだよ。え？私がそう言うと夫がしばらく沈黙になった。嘘だろ。別に嘘つく必要ないし、あなたが旅行に行こうとしてたことは知ってたわ。だから口座のお金をなくしたわけだしね。そしてあなたは諦めずに私の財布からカードを盗みそうだなと思ってたわ。だからあえて期限切れのカードだけを入れておいたのよ。そんな、ふざけんなよ。どうしてそうやっていつも俺のことを困らせるんだよ。それはこっちのセリフですけどね。今すぐここへ来て金を支払え。俺たちはもう気持ちはハワイに向かってるんだよ。そんなことどうでもいいわ。私はもう彼らのことを許すつもりはない。あと帰ってきてもあなたたちの家はないからね。はあ？家はすでに売っていて、もうすぐ引っ越し業者が来るの。え？私はもう新居の部屋を用意しているし、そこに引っ越すだけ。ちょっと待てよ。本気で言ってるのか？ええ、あなたとは離婚よ。
あなたの部屋に離婚届を置いておくから記入しておいてね。そんな。夫は消え入りそうな声でそう言った。もう話すことはないので私は電話を切り、そしてちょうどやってきた引っ越し業者の対応をした。その後、引っ越しを完了させて荷ほどきをした。夫から解放されるだけでこうも心穏やかになるとは、もっと早くに別れればよかった。私がそんなことを思っていると、息子から電話がかかってきた。母さん、本当に父さんと離婚するのか？ええ、もちろんよ。それじゃ俺たちへの仕送りはどうなるんだ？はあ？仕送り？どうやら夫は共有口座から勝手に息子夫婦に仕送りをしていたらしい。残念だけど仕送りはこれからはなしね。あなたたちはまだ若いんだから夫婦二人だけで生活をしていけるように頑張りなさい。いつまでも親に甘えるんじゃないの。私はそう言って電話を切り着信拒否にした。その後弁護士を通して夫と離婚をした。最後まで離婚拒否していたが、裁判になると分かるとおとなしく離婚を承諾した。とにかく出費を増やしたくなかったのだろう。元夫はお金がなくなった途端に息子夫婦から縁を切られたそうだ。だが息子夫婦も今まで元夫に何でも買ってもらい、高いものを買う浪費癖がすっかり身についてしまったようで、現在は借金をしてまでブランド品を買い漁っているらしい。そのため生活がかなり苦しくなっているようだ。ちなみに元夫は今まで専業主婦だったため、バイトが全然決まらず、体力的にかなりきつい清掃の仕事をしながらボロアパートで寂しい生活を送っているらしい。未だにメールで謝罪と復縁を求めるものが送られてくるが、全部無視をしている。私は娘の家の近くのマンションを購入し、一人で快適に暮らしている。娘とは定期的にご飯に行ったりして楽しい時間を過ごせている。娘も今回のことで完全に元夫と息子と縁を切ることにしたようだ。娘から今度紹介したい人がいると言われており、私は娘の結婚が近いことを知って歓喜した。これからも娘を大事にしながら、定年退職後の人生をゆっくり考えながら、私は前向きに生きていこうと思う。カードを盗んで勝手に旅行ってもはや犯罪ですよね。訴えられてもおかしくないと思いますが、この夫は訴えられる以上に辛い日々を送ることになりましたね。主さんは仕事を終えてからの人生をぜひ幸せに過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。嫁の分際で何様のつもり？あんたは嫁に来た弱い立場なのよ。あんたにはもうその家から出て行ってもらうから。許してほしけりゃ土下座しなさい。そう言って勝ち誇った顔をする義士。わかりました。ここを出て行きますね。私はすぐに荷物をまとめ始めた。すると義母は顔を真っ青にして義士にこう言った。あんた終わりよ。私の名前はみゆき、40歳の主婦だ。夫のコウタとは結婚して10年が経つ。私たちはもともと大学時代の同級生で、社会人になってからも何人かでよく飲みに行っていた。そしてある日、彼から二人で会いたいと誘われるようになり、その後交際が始まった。同棲の期間などもあり、なんだかんだで5年ほど付き合ってから私たちは結婚することに。長く付き合っていても結婚すると環境や気持ちというのは変わるもので、彼と夫婦になれて私はとても嬉しかった。私たちはすごく波長が合うというか相性が良くて、10年経った今もとても仲良しだ。夫といると私は一瞬で穏やかな気持ちになることができ、私にとってもはやなくてはならない存在だ。そんな風に夫婦としての生活は順調だった。だがもちろん問題がないわけではない。まず私たちには子供がいない。子作りを頑張ってみたが、結局10年経った今も子供はできなかった。夫も私も子供が欲しいと思っていたのだが、ここまで頑張ってもできないので、結局諦めるしかなかった。今は夫婦だけで人生を歩んでいこうと心を決めているが、妊活を頑張っても効果が出なかった時は本当に辛かった。その時は一瞬夫婦仲も険悪になりかけた。それでも私たちは前を向いてお互いを許し合って進もうと決めた。だから今もこうして良好な夫婦関係を築けているのだと思う。
いろんなことがあった結婚生活も気づけば10年という月日を迎えた。みゆきさん、こうた、結婚10周年おめでとう。私たちからささやかなプレゼントよ。ああ、ありがとうございます。母さん、父さん、いいの？こんな高そうなグラス。もちろんだよ。大事に使ってくれ。義両親はお祝いとして私たちに高級なペアグラスをプレゼントしてくれた。私と夫は3年ほど前から義実家に移り住んで義両親と同居している。義両親は高齢になってきて義父の足腰がかなり弱くなっていたからだ。まだ介護が絶対に必要というわけではないが、義母がたまにサポートしてあげないといけない時があるので、何かあった時のために私と夫は義実家での同居生活を始めたのだ。二人が来てくれてからすごく穏やかに過ごせているわ。家事とかいろいろ手伝ってくれるし、何より賑やかで楽しいの。本当にありがとう。義両親から感謝をされて私たちはとても嬉しかった。こんな風に義両親はとても優しい。子供ができないとかそんなことは気にしないと言ってくれたし、嫁いびりをされたことなんて一度だってない。だから私は夫から同居したいと言われても嫌だとは全く思わなかった。むしろ優しい義両親と一緒に暮らせるのは楽しそうだと思っていたほどだ。そして実際に義両親と同居しても大変なことは全然なかった。私の読み通り楽しいことの方が断然多かったのだ。だがそれでも少しだけ困ったことはある。それは義両親でも夫でもなく義士のカナについてだ。義士はよく帰省してくるのだが、どこか私のことをバカにしているようで、私への態度がひどいのだ。みゆきさん、お茶入れて。ったく、こんなこと言われる前にさっさと準備しなさいよ。使えない嫁ね。義士は私をまるで家政婦のように扱ってくる。こら、カナ、あなたなんてひどい態度をとってるの。え？だって私の義妹に当たるわけだし、この家に同居させてもらってるんでしょ。だったら義士である私の言うことは聞くのが当然じゃん。みゆきさんは私たちと同居してくれてるんだよ。いやいや、お母さん優しすぎ。っていうか甘やかしすぎだよ。そうやって甘やかしてると嫁はつけ上がるわよ。そんなことないわ。みゆきさんはとても優しくていいお嫁さんよ。いつも本当に感謝してるわ。お母さん。義士が私に意地悪をしてくる理由の一つとして、私が義両親にとても気に入られているからというのもあるだろう。義母が私をかばうのを見て、義士は悔しそうな顔をする。あんたお母さんにどうやって取り入ってるの？取り入ってるって。だってそうでしょ？あんたとコウタは稼ぎが低いから実家で住まわせてもらってるんでしょ？本来なら自分たちで自立しないといけないのに、親の助けを得ている弱い立場でしょうが。それなのに、どうしてお母さんたちから感謝されてるのよ。義士は私と不意に二人きりになると、そうやって私に詰め寄ってきた。別に私たちは稼ぎが低いから同居してるんじゃありませんよ。お姉さんは独りよがりな勘違いが多すぎます。私がそう言うと、義士は顔を真っ赤にして怒った。はあ？あんた嫁のくせに私に説教をする気？ふざけんじゃないわよ。私はあんたのこと認めないからね。子供も作れないポンコツのくせに。そうやって私を罵倒してくる義士。子供ができないからって人をポンコツ呼ばわりするのは最低です。うるさい！あんたはもう少し自分の立場ってものをわきまえた方がいいのよ。義士は私が何を言ってもそうやって罵倒してきた。義両親も夫もとてもいい人なのに、どうして義士はこんなにも性格が悪いのだろうか。そして義士だけではなく、義士の娘であるアイナもまたなかなか面倒な性格をしていた。義士は早くから結婚をしていて、すぐに子供を産んだため、私の義弟にあたるアイナは今はすでに21歳だ。私と夫が義実家で同居を始めた時は、義弟はもう高校3年生だったのだが、お正月に義士夫婦と義弟がやってきた時に、義弟はお年玉を要求してきた。少しくらいならいいかと、私と夫はとりあえず1万円をあげたのだが、それについて文句を言ってきたのだ。はあ？たった1万？少な。私と夫はその発言を聞いて耳を疑った。せっかく私たちがお年玉をあげたというのに、金額について文句を言うなんてひどいと思った。夫がすかさず義弟に注意した。アイナ、それは失礼だよ。おじちゃんたちはアイナが欲しいと言ったからお年玉をあげたんだ。それなのに感謝もせずに金額に文句をつけるなんてことはマナーとして良くないよ。
すると騎士が飛んできて夫に怒鳴った。ちょっとあんた何アイナに説教垂れてるのよ。1万円なんてちっぽけな金額を渡したあんたたちが悪いんでしょ。あんたたちは子供がいないんだからせめて5万を渡すのが普通でしょ。5万なんて金額を高校3年生に渡すのはおかしいだろう。姉さんそれはありえないよ。自分が理不尽なこと言ってるの分かってる？はあ？私は当たり前のことを言ってるわよ。5万も渡せないあんたたちの経済力のなさがいけないんじゃないの。お金を持っていない人は心も狭くなるからね。義士はそうやってひどいことを言った。その時はお酒もかなり入っていたので弟である夫にまでそういう発言をしてしまったようだ。さすがにまずいと思った義士の旦那さんがちょっと酔っ払っているようなので連れて帰りますと言って義士を引っ張って義哲と一緒に帰っていった。それ以来義士と夫の関係性はかなり悪くなった。義士一家が正月に遊びに来ても夫は義士とは話さなくなった。まあ当然だろうと思うし私もできる限りは関わりたくないのだが、義士は定期的に家に遊びに来るし、また義哲も連れてくることが多いので私は必然的に関わらざるを得なくなる。おばさん、私あのコンビニのスイーツ食べたい。今すぐ買ってきてもらえる？アイナちゃん、ごめん、私今仕事中なの。はあ？仕事？何適当な嘘ついてんの？家にいるんだから仕事なんてしてないでしょ。あなたはまだよくわからないかもしれないけど、在宅でできる仕事もあるのよ。私は実はもともとエンジニアとして会社で働いていたのだが、義実家で同居して家事のサポートなどをするために在宅に切り替えた。そのため日中は仕事をしているのだが、義哲と義士は私の言うことを全く信じてくれず、私にあれこれ頼んでくるのだ。だからそういう嘘いいから、アイナが頼んでるんだからさっさと買ってきなさいよ。義哲は普段は大学生なのだが、夏休みなどの長期休暇だったり授業が早く終わったりすると義実家にやってくる。その度に私を家政婦のように扱ってくるので本当に困っている。義母と義父が私をできる限りかばってくれるのだが、それでも義士と義哲が揃うと止め切ることができなかったりする。だいたいお母さんたちはどうしてみゆきさんの肩を持つのよ。私は血のつながった娘なのに。きっとこの女に洗脳されてるのね。おばあちゃんたちもっと私のことを大事にしてよ。孫が可愛くないの？それは本当にこの親にしてこの子ありといった感じで、義哲もわがままで自分勝手だ。そして義両親は孫という言葉を出されてしまうとあまり強く言えなくなってしまう。そんな風に義哲と義士は好き放題していた。義両親からもお金をたかったりわがままを言って何かを買わせていた。そんな中、義哲が大学4年生となり就活生になった。一生懸命に就活に挑んでいるそうなのだが、なかなか採用されないらしい。義士と義哲はわざわざ義実家にやってきて、そのことについて文句を言っていた。アイナの良さがわからない会社が多すぎ。日本の会社の人事部ってそんなにポンコツばかりなのかしら。本当にお母さんの言う通りだわ。私を採用しないなんてありえない。随分と自信満々な、いや傲慢な発言だなと思いながら、私はあまり話を聞かないようにしていた。だがあまりにも文句を言っているので、義母がある日私にこんなお願いをしてきた。みゆきさん、よければあなたが働いている会社に推薦してもらえないかしら。え？実は私は今の会社の創業当時のメンバーで、経営にも携わる役員の一人だった。エンジニアとして大企業でもともと働いていたのだが、その時の上司が作った会社に誘われてそちらに移ったのだ。それ以来エンジニアとして働きながらも役員として働いていた。現在は在宅に切り替えているのでエンジニアの仕事の方が多いが、それでも人事に口添えするくらいはできた。義両親は毎日のように愚痴りに来る義士と義哲にうんざりしているようだった。私も同じ気持ちだったので、裏でこっそり手を回すことにした。義哲と義士に内緒で行う理由は、私が就職の手助けをしたとか、また身内に役員がいるとなると義哲が社会人として成長する機会を奪うと思ったからだ。それに会社の人たちも役員の姪っ子がいると知ったら働きづらくなるだろう。幸い義士は私を元会社員の専業主婦だと勘違いしているようなので、今もそのまま勘違いをしてもらおうと思う。それから数週間後、義哲が就職が決まったと喜びながら義士と一緒にやってきた。
私たち夫婦も義両親も何も知らないふりをして義鉄の就職を祝福した。まあ大企業じゃないんだけど、そこそこ給料はいいし、妥協してやってもいいかなって思って入社を決めたんだよね。義鉄はお酒を飲みながらそんなことを言っていた。義両親と夫はぎょっとしながら私の方を見る。私は呆れて物も言えなかった。こんなことを有効採用させてしまい申し訳なくなった。でもその会社はいい企業だって私も聞いたことあるし、いろいろと貴重な経験も得られると思うわよ。義母は私に気を使って諭すように義鉄にそう言った。だがそれに対して反論したのは義士だった。いやいや、普通の企業でしょ。大企業じゃない限り頑張ったって大した評価はされないし、適当でいいわよ。やっぱそうだよね。まあ私を採用するということで見る目はあるとは思うけど。どうしてこうも傲慢な親子なのだろうか。夫は拳を握りしめていた。さすがにブチ切れる寸前だと思い、私は夫の機嫌を取らなければと思ってそちらに注力した。お酒を追加してあげたり、大皿からよそってあげたりしてコミュニケーションを取った。夫も少しずつ冷静になり、今ブチ切れては意味がないと理解したようだ。なんとか就職祝いの会は終わり、義鉄と義士は満足そうに帰っていった。だがそれからまた二人は問題を起こすのだった。それは義鉄が就職してから3ヶ月ほどが経った時のこと。おばさん、喉渇いたからジュース用意して。え、アイナちゃんどうして家に来てるの？今会社に出勤してる時間じゃない？なんか今日だるいから休むことにしたの。ああ、そんな無責任なことしたらダメじゃない。あなたは会社を支える社員の一人なんだから、あなたが休んだ分他の誰かにその負担がかかるのよ。私はさすがに義鉄の行動が許せずに怒った。すると義鉄は面倒くさそうな顔をしていた。私の仕事なんて事務なんだから、一人くらいいなくたってどうにでもなるわよ。っていうか何、おばさん、私と血がつながってるわけでもないのに説教してきてんの、うざいんだけど。うざくても何でもいいから、今からでも会社に行きなさい。だから私がちょっと休んだって会社には何の影響もないんだって。マジでうざい。そう言って義鉄はどこかに電話をかけ始めた。もしもし、お母さん、なんかおばさんが説教してきてうざいんだけど。どうやら義士に電話をかけているようだ。すると義士がすぐに義実家にやってきた。ちょっとあんた、何娘に説教なんて垂れてるのよ。説教というよりも会社員として、いや社会人として大事なことを教えているんです。さっきからこんな感じで本当にうざいの。 あんたさ、自分の立場分かってんの？嫁の分際で何様のつもり？娘に対して何か言える立場じゃないの？あんたは嫁に来た弱い立場なのよ。あんたにはもうその家から出て行ってもらうから、許してほしければ土下座しなさい。そう言って勝ち誇った顔をする義士。義鉄も土下座なんて言って煽っている。この時私の中で何かが切れる音がした。わかりました、ここを出て行きますね。ええ、そうしてちょうだい。私はすぐに荷物をまとめ始めた。これでやっと邪魔者を排除できるね。私たちがこの家に移り住もうかしら。それいいね、お母さん。だいたい2年前にリフォームしてめちゃくちゃ綺麗なこの家にあんたが住む方がおかしいのよ。義士と義鉄は私が出て行くと言ってもなお色々と文句を言ってきた。本当に面倒くさい人たちだ。そんな中、病院に行っていた義両親が帰ってきた。二人は私が荷造りをしているのを見て疑問に思ったのか、何をしているのか聞いてきた。それに対して私よりも義士が先に答えた。みゆきさんがアイナに意地悪をするから出て行けって言ってやったの。これからは私たちがここに来てお母さんたちと同居するから、実の娘と孫と一緒に暮らせる方が幸せでしょ。そう言ってニヤニヤしながら私を見てくる義士。すると義母は顔を真っ青にして義士にこう言った。あんた終わりよ。え、どうしてそうやって自分勝手なの？今すぐみゆきさんに謝りなさい。はあ、なんで私たちがこんな女に謝らないといけないのよ。義士がそうやって文句を言うと義父が怒鳴った。いい加減にしろ。お前たちはどれだけ自分たちが周りに助けられているか分かっていないようだな。何よ、お父さんまで怒って。みゆきさんはね、アイナが働く会社の役員なのよ。え、嘘でしょ。
信じようとしない二人に私は名刺を渡した。私はあなたに社会人として早く成長してほしくて黙っていたのよ。本当だ。この会社名、私が働いてる会社だ。え？二人は名刺を見て絶句していた。アイナちゃんが体調不良でよく休んでいたのは聞いていたわ。最初は本当に体調が悪いんだと思っていた。だけど今日の感じを見ると仮病を使ってサボっていたよね。あ、いや、それは。義鉄はかなり動揺していた。言い逃れはできないわよ。このことは役員たちに報告するから。そんな、ちょっと待ってよ。アイナはこの通り反省してるから許してあげて。私たちは今まであなたたちがどれだけ失礼な態度を取ろうとも多めに見ていました。ですがもう我慢の限界です。会社での処分については役員で決めますので、後日結果が出るのをお待ちください。それとリフォームをしたこの家に私が住む権利がないと言っていましたが、私がこの家のリフォーム代を出したんですけどね。え？あんた、そんなひどいことをみゆきさんに言ったの？もうお前とは付き合いきれないな。二度とこの家の資金をまたぐな。そんな、待ってよ。私はただ知らなかっただけで。知らなかったからひどい態度をとっていいことにはならないだろう。とにかく今すぐ出てけ。ここはもうお前の実家じゃない。義鉄と義士は義両親に追い出された。そして今回のことは夫がすべて義士の旦那さんに報告をした。その結果、義士の旦那さんは呆れ返って義士と離婚をすることにしたそうだ。結果的に義士と義鉄は自分たちの家からも追い出され、慌ててアパートを借りたそうだ。だが義鉄は会社をクビになってしまい、ニート状態となったので、義士がパートをしながらギリギリの生活を二人で送っているらしい。散々わがままを言って周りを困らせてきた罰が当たったのだろう。本当にいい君だ。一方私は義両親と夫に出て行かないでほしいと言われたので義実家に残ることにした。現在は再び平和が戻り、夫と義両親と幸せな日々を過ごしている。義鉄がわがままになったのは完全に義士のせいですよね。義士の旦那さんも今までこんなモンスターと一緒で苦労したでしょう。義士と別れることができてよかったのではないでしょうか。主さんは義両親と夫がまともな人で、主さんの味方をしてくれてよかったですね。これからも家族仲良くしながら楽しい日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。